ユージン・インジックは、ユーゴスラビア出身のピアノ奏者、ベオグラードの生まれ。父は、ベータル2世に仕えた、セルビアの軍人で、母は、ロシア出身のアマチュアのピアニストだった。4歳の時に、アメリカ合衆国に移住し、フレデリック・ショパンの幻想即興曲やポロネーズ州のレコードを聴いて、ピアノに興味を持ち、グルジア出身のピアニストであるリューボーフ・ステファーニに、ピアノを学んだ。 1955年に市民権を得、1958年には NBC の放送に出演してピアノ演奏を披露している。1959年から1964年までアレクサンドル・ボロフスキーの下で研鑽を積んだが、1960年にはワシントン・ナショナル公共楽団と共演し、その翌年から10年間アーサー・フィードラーの要請でボストンポ、 プススオーケストラに客演を重ねた一方で、レナード・バーンスタイン奨学金を得て、ハーバード大学に進学し、ローレンス・バーマンとレオン・キルヒナーに、シェンカー理論等の音楽理論を学び、1969年に優等の成績で卒業している。1968年には、アルトゥール・ルービンシュタインと出会い、ルービンシュタインが亡くなるまで進行を深めた。 1970年には、ショパン国際ピアノコンクールで第4位。1972年には、リーズ国際ピアノコンクール第3位。1974年には、ルービンシュタイン国際ピアノコンクールで第2位をそれぞれ獲得した。インジックの演奏した、ショパンのマズル歌集の録音は、ジョイスハットーの演奏として、名義を書き換えられて発売されたことがある。 アーカイブ2017年2月14日、ウェイバックマシン、アーカイブ2017年7月8日、ウェイバックマシン、ユージミン,ンジックディスコグス、ハットマークシンガー、ジョイスハット、ノーツオン、エースキャンダル、ザテレグラフ、オリジナルの2015年12月26日時点における、アーカイブ、 http://www.peep.as.77b0fcdd2015 年12月26日閲覧。ありがとうございます。